普通話、普通話、普通は、プートンォアは、中華人民共和国において、公用語として定められた中国語のことを言う。中国語の、普通も日本語の、普通と、同じく、広し、天ネクトール、広く通用す、一般を意味する語である。北京語音を標準音とし、北方話を基礎方言とし、典型的な現代白話文の著作を文法規範と、する。 現代の普通話は中国の公用語とされる。1950年代から1960年代にかけて共産党と人民政府により普通話の名称と肝体ザンピンインの採用などその内容を法律として定められ、各民族も普通話を学ぶことが推奨されている。中国語圏外の外国語教育における中国語は一般的に普通話を指す。 中華民国、台湾の公用語である国語とは、基本的に同一の言語とされるが、聖書法、反対アザ、中音符号や、規範的な発音、語彙に一部材がある、台湾の中国語参照。発音は、北京語音を標準音とするが、北京市民が、日常的に用いる発音と全く同じというわけでは、なく、河北省聖徳市平良県で用いられている発音が、 最も正確、明瞭とされている。歴史的には信頼に管理の共通音として北京緩和が設けられ、中華民国になると54運動以降、国語運動が起こり、国音として採用された。語位は北方方言を標準語彙としている。北方方言は、使用人口が最も多く、使用地域も東北、下北、西北、西南。 こうは一体と広範囲に分布しているため、普通話の基礎語彙として採用された。ただし、北方方言のすべての語彙が採用されているわけではなく、他の方言語彙でも影響力の大きなものは、普通話に採用される。文法は、典型的な現代白話文の著作で使われている文法を標準としている。ここで言う、現代とは54運動、1919年。 以降のことを言う。白話とは当代に生まれ、草原民心を通じて確立されてきた交互に接近した書き言葉のことを言う。白話によって書かれた文学は白話文学と言われる。これに対立する古典的な書き言葉は文言と呼ばれる。近代中国の新文化運動時代になると原文一致を目指し、文言文を排して白話文を採用するという白話文運動が、 展開され、新しい白話文の形が模索された。こうして確立された現代白話文の文法規則が、普通話の標準文法として採用されている。中国の歴代王朝においては、古くから政治的に何らかの共通語が設けられていたと考えられている。春秋時代、論語には孔子が、詩教や諸教を読んだり、儀礼を行ったりする際に、 画言を使ったと書かれており、これは統治階層が使っていた共通語ではないかと考えられている。漢代、洋友が方言語意を記録した書物、方言には通語という言葉が現れている。異民族に支配された現代には天下通語と呼ばれる共通語があったとされる。明、清時代には緩和と呼ばれる管理の使う共通語があったことが知られており、 民末に訪れた宣教師は管理、マンダリンの言語と呼んだ。秋雨から新書にかけては南京音を標準音とした南京緩和であったと考えられており、満州民族によって支配された信頼になると徐々に、と北京の音を基準とした北京緩和が有力になっていった。中華民国成立と前後して緩和の名称は国語と改められた。 日本に潜伏した新国維新派の王将が日本のカタカナを参考に1900年に漢、愛恋事母を発表し、それをベースに国が漢字の読みを統一する国音、標準音の検討を通じて中音符号が採用された。国音の綴り方は激論の末各地の発音を設注したものとなった。新聞化運動の時代には原文一致運動にあたる白話文運動が起こり、 それまで古典に対する教養を前提とした、統治階層の書き言葉である、文言文を廃止し、一般民衆が話す言葉に根付いた書き言葉である、白和文を使うことが提唱された。右予曲折を経て、最終的に、北京語音が、国音となった。広し通話という言葉を初めて使ったのは、主文沼とされる。主文沼は1906年、チャンス新字母において中国語を、 文言、普通話、俗語日産分類した。中華人民共和国成立後の1955年10月、共産党と人民政府は、全国文字改革会議と現代、看護規範問題学術会議を召集し、そこで現代漢民族の共通語の名称、広し通話とその内容が確定された。これを受けて、教育部は11月、中学、小学及び、 各級師半学校において、大いに普通話を押し広めることに関する指示を発表した。翌1956年、国務院が普通話を押し広めることに関する指示を反復して、普通話の名称と内容を法律として定め、同年5月、各省、市教育庁、局において普通話遂行ところ、課を設立するとに関する通知を発表した。 1957年には教育部が継続して普通話を押し広めることに関する指示を発表し、1960年には中国人民解放軍総政治部が全軍においてピンインジボを学び普通話を押し広めることに関する指示を発表し、教育機関や軍隊において普通話を使うことが推奨された。その後、文化大革命により、 普通話政策は一旦頓挫することになるが、文化大革命終結後、再開され、1982年11月には、第5期全国人民代表大会第5次会議を通過した中華人民共和国憲法第19条に、家は全国で通用する普通話を押し広めることが規定され、普通話の公用語としての地位が確立された。 普通話の音韻体系では、21の死因と10の母音が音素として立てられている。中国語の音節構造は、子因 C、母音 M 母音 V、子因 C、母音 V、成長、T、すなわち、V、T である。伝統的な中国音音音楽では、先頭部分の C を、生母、M 以下の部分を陰母に2分し、それに成長を加えて分析している。 普通話では21の聖母と39の陰母があり、成長では4種の鳥類がある。普通話の音節には日照が存在せず、日本語における即音のような詰まる音に相当する。発音がない。中国語は種として漢字で表記するが、音素を表記するためにピンインと呼ばれるローマ字が使われる。これに成長記号を組み合わせることで発音を表現する。 聖母とは中国語の音節構造上、頭子らしい意にあたるものを言う。普通話では21の聖母が設けられている。この他に頭子らしい意として、半母音のが存在し、W と Y で表記されるが、伝統的にこれらは陰母に分類される。ただし、小学校のピン教育では便宜上、W と Y を純聖母とみなし、聖母を23とすることがある。陰母とは、 中国語の音節構造上、頭シーンを除いた残りの部分を言う。スケオン、シュボイン、オオンからなる。スケオンは、ハンボインの、のいずれか、オーンは、ハンボインの、および、ビヨンの、のいずれかである。普通話のンボの重要な特徴は、シュボインのとの対立である。R 化したンボを一下に示す。R 化は、およびを単に削除し、お削除して、シュボインをビボイン化する。 以下に、伝統的な分析を示す。普通話の陰謀の種類には、単母音で構成される。単陰謀、二重母音、三重母音で構成される。副陰謀、音節待ちシーンが美音で構成される。美陰謀がある。いくつかの方言に見られる。破裂陰謀、日照は、普通話には存在しない。副陰謀について A、E、O から始まる加工二重母音の陰謀を全教。副陰謀、I。 U から始まる上昇二重母音の陰謀を五教副陰謀、三重母音の陰謀を中教副陰謀という。陰謀は発音開始時の口の開き方から4個の4種に分類される。通常すべての母音は、口母音で発音されるが、で終わる音節の母音は、人化しなくても美母音で発音されることが多い。陰謀はさらに陰頭、陰腹、陰尾の3つの部分に分けて分析される。 陰頭は上昇二重母音の始めの音色である、強母音あるいは半母音を表し、透音と呼ばれる。陰腹は単母音あるいは二重母音、見え母音中、最も際立った音色の母音を表し、主母音と呼ばれる。陰尾は加工二重母音の終わりの音色である、強母音であるか、音節末の微音シーンを表し、音と呼ばれる。ピによる音声表記は、 この三分法に対応している。中国語は、音節内の音光の違いによって、意味を弁別する言語であり、この音節内の音光パターンを成長という。成長の種類のことを、鳥類と言い,い、普通話には陰らら、影平、傭兵、上昇、巨昇の四種の鳥類が設られている。これを四世ということがある。古代中国語に、氷昇、上昇、巨昇、 日照と呼ばれる四世があったが、北京緩和では、表彰が二つに分かれて影平と傭兵になり、広し通話策定の時に、日照復活採用案は否決され、削除されて、今日に至っている。成長は、音の高さだけでなく、音の長さにも関わっている。普通話の四世では、上昇が最も長く、その次に傭兵、影平、巨匠の順で短くなる。 このため成長によって音が変化する場合があり、例えば、インボウへの主母音は上昇でははっきりと発音されるが、他の成長では曖昧であったり、省略されたりする。音節と音節が結合し、語や文が作られる過程の中で音の変化が起こることがある。代表的な音変化に以下のようなものがある。形成とは単語や、 文の中で音節が本来の成長を失うことを言うが、成長が音の高さによって特徴づけられるとすれば、形成は音の強さによって特徴づけられ、短く弱い調子で発音される。その音の高さは、その音節本来の成長と全く無関係に、前の音節の成長によって決められる。聖母の向き破裂音、破殺音は、形成では優勢音化しやすい。 因母の主母音は中央寄りとなり、曖昧母音化する。例えば、和からとなる。変調とは、後の音節が持つ成長との関係や、文法的機能により、成長が変化することを言う。以上のような普遍的な変調の他に、特殊な語や品種において起こる変調がある。R か、あるか、古かとは、語が、設備字 R、漢字ではで表記するを伴う場合、 陰謀の母音を超音する際に、下先が持ち上げられ、R 音声母音となることを言う。R 化に伴い従来の音節構造に変化が起こるものがある。中華民国、台湾の公用語である中国語には、普通話ではなく、国語という名称が用いられる。国語という呼称は、新朝から中華民国となった時代に採用され、現代の台湾に引き継がれている。 第二次世界大戦後も国境内戦を戦った中華民国の中国国民党は毛沢東の中華人民共和国成立と前後して台湾に撤退した後中国語、国語によって台湾の統治を行った。英語では中国の普通話も台湾の国語も現代の標準的な中国語または漢語であるとしてどちらもマンダリン、一般。 には、マンダリンと呼んでいる。台湾人自身も、英語で会話をする際に、自分が話す中国語をマンダリンと呼ぶことが少なくない。ただし、中華民国国語には、大陸の普通話とは異なる、次のような点がある。また、以下のようなものは、教育の場では正しいものとみなされないが、話者に、福建省からの移民の末裔が多いことにより日常。 生活上では頻繁に遭遇する。香港を含めた東南アジアの中国人系社会では、北京語を話すときは、今でも台湾式に近いマンダリンを話す。これは、台湾の大衆娯楽やメディアの影響力、政治的、支援的要素にもよる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。